女優の広瀬アリス29が15日放送の TBSA スタジオプラス金曜51-00にゲスト出演。デビューのきっかけを明かした写真、広瀬アリスと広瀬すずの姉妹ショット X から MC の小福亭鶴瓶が小学校の時にスカウトされたん。とデビューのきっかけについて尋ねると広瀬はそうです。地元の祭りで と話した。当時は11歳。バスケやってたんで、単発で、で顔が真っ黒で、と当時の自身について語った。親友と二人でいたところ、声をかけられて、私のこと男の子だと思ってスカウトしたって、と続けた。知らないお姉さんが二人声かけてきて、写真撮らせてほしいって。一回断ったんです。だから、としたものの、その後、また声かけられて。 まあ写真ぐらいだったらいいか、で写真撮って。で名前とか聞かれたらテンパっちゃって。名前、電話番号、住所全部言っちゃったんですよね。で、逃げるように消えていったんですけど私たち、と振り返った。すると後日、電話がかかってきて、で事務所のスタッフさんがブワーっと地元に5、6人来て、と事務所に入ることになったという。当時の写真を見た鶴瓶は、 これか、かわいいやん、全然違うやん、としながらも、空男の子と間違うわ、とも語った。